Shiny stars to read us Alishii the bonobone too なんだ。どうしよう。こっちに来るよ。こうなったら戦うしかねえ。え？でも武器がないよ。大丈夫。なんたって俺たちは選ばれし生徒だからな。行くぜ。ドアリア。うろつぐパーンチ！うわっ！黒つぐくん！ってこいつやるじゃねえか。でもお前なんかこの俺にかかれば。あれ立てない。やばい、思ったよりダメージが。ダメだ、危ないからこっちに来るな。大丈夫か？あ、
行くぞ、来い。助かったぜ。お前すげえ強いな。助けてくれて本当にありがとう。島に着いて早々殺されちゃうかと思ったよ。フーコちゃん、お礼もいいけど、その前に立ち上がった方がいいぜ。スカートの中が丸見えっていうか。魔物に襲われた時より大きな悲鳴だったな。もうバカ。大丈夫か。うん、平気か。私は大丈夫。あの、その制服を着てるってことは。ああ。俺は黒継ぐ。俺と彼女もさっき着いたばかりだ。同じ船に乗り合わせたんだよな。うん、私はフーコ。よろしくね。うん。すごいね、魔物を倒しちゃうなんて。刻印を受けた生徒として私たちも見習わなきゃ。星組も酷だよな。青春ど真ん中の俺たちにこんな宿命を背負わせるなんてさ。だってある日突然腕に刻印が現れた途端、こんな孤島の学園に転入しなきゃいけないんだぜ。いや、君は真面目だね。さて、向こうに着いたらまず教会に行って、それから生徒のランクチェックだろ。今からドキドキするね。まあ俺は選抜クラスの S ランク確定だけどな。え？でも選抜クラスってとても優秀な生徒しか選ばれない、リーダー候補を育てる特別なクラスでしょ。ああそうだ、選抜クラスはエリートだけが集まるクラスだぜ。ん？そりゃ、血というか、まあどうでもいいじゃん。早く行こうぜ。選ばれし生徒たちよ、ここが要塞都市の中心、アナザーテラ教会支部じゃ。そしてこの私が教会を治める大神官、マターオーブじゃ。大神官って偉いのか。それぞれの島にある教会の中で一番偉い人だって聞いたことあるよ。じゃあ結構偉いんだな。どれ、まずは君たち三人が本当に生徒か、その証を見せてもらおう。うん、確かに君たちは星神に導かれし生徒じゃ。この20年間、世界の民は突如現れた魔物の猛威に怯えてきた。君たちの使命は言うまでもなく、生徒だけが持つ聖なる力でマズルから生まれし魔物を駆逐することじゃ。はい。うん、期待しているぞ。なんじゃ。生徒だけが持つ聖なる力って具体的にはどんな力でしたっけ？まったく、君はこれまで学校で何を学んできたのじゃ。いいか、よく聞くのじゃぞ。20年前からこの世界に現れたマズルサークル、そこから溢れ出す魔物は
我々の持つ星の力だけでは倒せない存在じゃった。しかし星神様はそんな我々に力を貸してくださった。君たち若者に生徒の刻印を与え、魔物を倒す聖なる力をくださったのじゃ。いいか、マズルサークルが生まれたのは人間の欲望が膨らんだ結果じゃ。よって世界に初めて現れたこの島のマズルサークルは現在の現れであり、この現在の出現によって世界に次々と7つの大罪を表すサークルが生まれたのじゃ。ではこの後研究所に向かい、生徒のランクチェックを受けるといい。おお、ついにこの時がやってきたか。皆が選抜クラスネメシスイーターに選ばれるよう期待しておるぞ。ん？天罰を食らう者という意味じゃ。現在では選抜クラスの通称となっておる。ランクチェックの会場は通知した通りエンゼルマーカー研究所じゃ。ランクチェックの責任者であるルビー所長を訪ねるがいい。はい、頑張ります。それにしても今年は実に発育のいい女子生徒が多いな。あのじいさん、なんかうさんくさい感じだったな。そうか。それより教会であんなこと聞いちゃダメだよ。黒つぐくんって学校の授業ちゃんと受けてたの？なんなら試してみるか。どんな質問だって答えられるぜ。そうだな。大丈夫だ。なんじゃ、俺の博識な一面も明らかになったところでランクチェックの会場に参りますか。これはいかにもって感じの施設だな。どうも。ん？君たちは？生徒のランクチェックを受けに行きました。新しい生徒さんたちか。ようこそエンゼルマーカー研究所へ。俺はマーク、ここの研究員だ。よろしくっす。ルビー所長、生徒の皆さんが到着しましたよ。あら、いらっしゃい。所長のルビーよ。お、この人すげえスタイルいい。黒つぐくん、心の声がダダ漏れだよ。とても素直でいい子ね。後で素敵なご褒美をあげちゃおうかな。マジっすか。所長、子供をからかっちゃダメですよ。はいはい。あなたたちが今日予定していた新しい生徒ね。話はまたオーブから聞いているわ。みんなの顔と名前もデータで確認済み。これからも末永くよろしくね。よろしくお願いします。そうね、ランクチェックに入る前に何か聞いておきたいことはある？そうだな。これは？わかったわ。ここはね、エンゼルマーカー社が 100% 出資している研究所よ。なので実質エンゼルマーカー直下で管理されている研究所ってことになるわね。ここでは主に魔物への対抗手段についての開発を行っているわ。他に聞きたいことはある？そうだな。それは？要塞都市の学園に転入してきた生徒のみんなはね、このランクチェックで所属するクラスが決定されるわ。
一般クラスか選抜クラス、このどちらかに振り分けられるのよ。そして選抜クラスの生徒はさらに A から F までのランク付けがされるの。中でもあらゆる面で傑出した力を持つ一握りの生徒は S ランクの生徒として、学園内でも特に別格の存在として位置づけされるわ。 S ランクの人って学園に何人くらいいるんですか？今のところ数人程度ってとこかしら。少な！でもランク認定試験でいい結果を残せばランクアップしていくこともできる。あなたたちも S ランクになれるよう頑張ってね。他に聞きたいことはある？そうだな。大丈夫だ。なら早速ランクチェックを始めるわよ。順番は黒継ぐ、風子、そして最後にあなたよ。わかった。よっしゃ、俺からだな。選抜クラスの S ランクはいただきだ。はい、ご苦労様。黒継ぐは選抜クラス、ランクはなんと B よ。おめでとう。嘘だろ、俺が S じゃないなんてありかよ。でもすごいよ、選抜クラスだし。あなたもそう思うでしょ？あ、え、そうか。まあな、俺にかかればざっとこんなもんさ。ついでに言っておくと、あなたのエーテル値は60、男子生徒の中央値は50だから、まあさすがといったところね。次は風子よ、シミュレーターへどうぞ。はい、頑張ります。すごい結果が出たぞ。彼女の星の力はかなりのものだ。風子、やったわね。選抜クラス S ランクよ。マジかよ。あはは、水泳しか取り柄のない私が S ランクって何かの冗談ですよね。生徒の資質はね、運動能力だけで判断されているわけじゃないわ。それに協会の基準だと、女子生徒の場合、あなたのように強い星の力を持っているほど S ランクに選ばれやすいのよ。 S ランクの女子生徒が学園に一人増えたわね。とってもおめでたいわ。おお。でも私が S ランクで本当に大丈夫かな。くっそー、羨ましいな。うーこちゃん超ラッキーじゃん。言っとくけど、生徒のランクは運じゃ決まらないわよ。はい、最後はあなた。大取りだし派手に決めちゃってね。今からシミュレーターを使ってチェックを行うわ。ホログラムのターゲットが表示されたら全力で攻撃してね。こちらはそれをモニターしてあなたの実力をデータ化する。じゃ始めるわよ。俺の番か。
どうするの？せい！こんなものか。はい、チェック終了。あなたは A ランクね。はあ、俺より上か。やるじゃねえか。よし。くそー、悔しいな。みんな揃って選抜クラス、十分優秀だよ。そうだな。ああ、ちょっと待ってね。シミュレーターから出る前にエーテル値を計測するわ。ん？なんだこれは。どうしたの？何よこれ。エーテル値1500以上って測定限界を超えてるじゃない。リンダの故障？いや、これは故障じゃない。実際に彼の体から膨大なエーテルが発生しているんだ。冗談でしょ。だってこれじゃ基準値の30倍以上。まずい。測定メーターが限界だ。ん？まさかこの子。そのまさかです。彼こそが教会と我々が待ち望んでいたまれびとに違いない。え？ご存知の通り、マズルサークル内はエーテルの濃度が極度に薄いわ。だからその中では生徒も星の力が使えず、魔物とまともに戦うことができない。だからこれまでの私たちは魔物をサークルの外から迎撃することしかできなかったのよ。しかし今の君なら、自分で作り出したエーテルだけでマズルサークルの中でも戦闘フィールドを形成できるだろう。なんだ？サークル内でも自分の周囲の空間をエーテルで満たせるという意味よ。そうなればサークル内でも星の力が使える。他の生徒や星の子もあなたのそばにいれば同様に戦えるようになるわ。それってとてもすごいことですよね。マズルサークルが誕生して以来の最も大きな希望の光ね。そうなのか？でもそんな話今まで聞いたことないな。この20年間これほどのエーテルを作れる男子生徒は現れなかったわ。まさにあなたはまれびとなのよ。なんてことだ。まったく、とんでもない奴らが同期になっちまったな。まれびとであるあなたにはこれを渡しておくわね。エーテルアーカイバー。あなたのようにエーテル値が高い男子生徒が装着する専用ガジェットよ。これを装備して手にした武器はあなた自身のエーテルでさらに強化されるわ。かっけえ！俺も欲しいです、ルビー社長。あなたのエーテル値じゃつけても効果ないわよ。ガジェットを制御しきれないわ。マジですか。そしてフーコ、あなたにはこれね。マズルブレイカー。使い手の星の力を圧縮し、光の弾丸に変換して打ち出す高度な武器よ。おお、これも超かっけえ。この武器は星の力が高い S ランクの女子生徒のために作られた特別仕様。フーコのために作られた武器と言っても過言ではないわ。うぅ、こんな高価そうな武器私に使いこなせるかな。それにエーテルアーカイバーとマズルブレーカーにはね、もう一つ画期的な機能があるの。それは何かっていうと、戦闘時に起動することで使用者の刻印の聖なる力を吸収し、その体をバトルコスチュームで包み込んでくれるのよ。つまり戦闘モードに変身ってわけね。
すげえ、変身までできちゃうのかよ。ルビー所長、やっぱり俺も欲しいっす。黒粒には後で量産型のマズルブレーカーを配るわ。ひってえな、ランク格差だ。ルビー所長、協会への報告が終わりました。ありがとう。みんな申し訳ないけど、今から協会に戻ってほしい。またオーブさんから愛好の儀について話があるそうだ。何？愛好の儀だって？よし、早くじいさんのところに戻ろうぜ。黒継ぐ、あなたは来なくていいそうよ。どうしてだよ。協会はマレビトと S ランクとの間における受精率を確認したいらしいわ。ひでえ、本当にランク格差だ。それと3人とも2年生よね。選抜クラスは1学年1クラスだから、自動的に同じクラスになるわね。みんなくれぐれも仲良くするのよ。じゃあ早く行ってあげて。またオーブが首を長くして待ってると思うから。わかった。大丈夫か？平気。愛好の儀の話になってから急におとなしくなったよな。そんなことないってば。あ、赤くなった図星か。この先本当にやらなきゃいけないのかな、愛好の儀。愛好の儀はエーテル値が高い男子生徒が星の力が強い女子生徒と行うほど受精する確率が上がるんだろ。だとすればフーコちゃんは必然的に愛好の儀をする機会が増えるだろうね。でもこうなったら覚悟を決めるしかないよね。そうだな。俺はお呼びじゃないみたいだからここでお別れだな。じゃあ二人ともまた学園で会おうぜ。ああ。